じゃあ悪いけど純ちゃんモデルお願いします。うん、分かった。じゃあ適当にポーズ取ればいいんだよね。そうそう、その調子、いい感じ。ねえ、まことくん、この写真、何に使うの？いや、何に使うのってさ、それはその、まあ、いろいろと需要があるのさ。まことくんさ、はっきり言いなよ。要するに私に気があるんでしょ？え、いや、その、そういうわけじゃないわけでもないんだけどさ。じゃあ、どういうわけなのよ？その、友達にさ、お前、純ちゃんと仲いいよな、って聞かれてさ。それで？それで、まあ、悪くはないよ、って答えたらさ。うん。そいつ、純ちゃんのことが好きらしくてさ。え？純ちゃんの写真撮ってきてくれないか、って頼まれちゃってさ。何？じゃあ誠くんが撮りたくて頼んできたんじゃないの？いや、実は撮りたかったのよ。ただなかなか言い出せなかったんで、これはラッキーって思っちゃった。うん、それって私的には喜んでいいのか悪いのかどうなのかな。ごめん、純ちゃんなら明るく受けてくれそうだな。で、あのさ、誠くんも男の子だよね。そうだけど、どうして？こういう格好が撮りたいんでしょ？どう？純ちゃん、ちょっと大胆すぎるよ。誠くんがカメラマンじゃなかったら、私、絶対こんな格好しないよ。純ちゃん、俺の友達にそんなにサービスする必要ないよ。だからさ、誠くん、私がサービスしてるのはあんたになのよ。わかんないのかな？そんなにサービスされちゃうとさ、俺、なんかさ、ヤバくなってきたよ。何がヤバいのよ。素直に喜んでくれないの？だから健全な男子として素直に喜んじゃってるから問題なのよ。誠くん、さっきからそこをいじってるけどさ、どうしたの？痛いの？いや、ポジションをそろそろ変えないとまずいわけなんですよ。って言ってもわからないよね。わかるよ。だって誠くん、いつも立っちゃったら竿の位置を上向きにしてるでしょ？ちょっと純ちゃん、もしかしてわざとだったの？だって膨らんでるの可愛いんだもん。